こんにちは、直樹です。今日もね、積み木のためのエルデンリングやっていこうと思います。今日は場所ここで、敵を倒さないと、何の敵だろう、火の巨人かな。火の巨人を倒さないと多分ここには来れないのかなとは思うんだけども、そこにいる裏ボスをねちょっと倒してみようかなと思ってました。で、何度も何度もいろいろ検証はしてみたので、結果的にね、なんか近距離とかだと結構戦いにくいのかなとかとも思っちゃったりもして、で、かつここね何も見えないけど、ここでジャンプしてちょうだい。で、動画とか作ってる方下見ながらやってるけども、それだと敵に追いつかれる可能性ももちろんあるので、今みたいに何も見えないけども見えないところに向かってジャンプ、その方が安全。下見ながら落ちて、それでなんかズルってなるときあるじゃない。それがないので、今みたいなやり方でやってもらえれば確実だと思います。はい。で、なんで盾持ってるかっていうとね、なんか消えるんだよね。消えた後私発見できないともうそのまま死んでしまうので、なので、でまた生き残ってもね、またポヨヨヨンって消えてしまうので、ちょっとそれだったら盾で防御した方がいいのかなって思ったんで、ちょっと盾を持たせてもらいました。で、ちょっとこれね、実験がてらにね、いろいろちょっとやってみたんだけども、メテオっていうのかな、メテオとかもね、あまり、まあ効くには効くんだけど、懐入っていかないといけないっていう部分とかももちろんあって、いろいろ、なんか飛んでった。ここで飲んで、で、ここら辺でやったらどうなんだろうなって、勝手に私は思ってた。当たるのかな、当たった。で、これで15秒。てるので、果たしてその15秒がどれくらいの威力を持つのかななどと思ったらやべえよね。あ、飲まなくてよかった。あ、これもう一回攻撃するべきだったのかな。これが分かんねえのよ、さっぱりどっから来るかっていうのが。あ、来た。ちょで、こっちの方は私としては安全圏なのかなって。ちょっと待って待って、どこだ？うわ、来る。範囲かよ。これもしかしてあれかな、途中からこっちにした方が戦いやすいのかな、それとも。いつもながらごめんね。あれ？倒した。